一方、今日U練習場で行われた2軍戦、右ふくらはぎを痛め8月12日に登録抹消されていた秋山が離脱後初の実戦に臨みました。3番センターでスタメン出場すると、その第1打席ショートゴロに打ち取られますが、ダブルプレーを阻止する全力疾走で出塁します。守備はとっさの動きを確かめたいと語っていた秋山、4度の守備機会も無難にこなすと、2打席凡退で迎えた第3打席。ファーストストライクを捉えてライト前へ。ブランクを感じさせないスイングで3打数1安打の結果を残し、1軍復帰へ向け大きくステップアップしました。まあ今日5イニング、まあ、打って守ってっていうのをしたっていうのは、まあ、また前進したところはあるかなと思います。